こんにちは、チャッキーです。今日はサップ女子の日焼け対策についてご紹介します。チャッキーの場合は日焼け止めを塗れるところは最低限塗ります。そしてその後は何度も塗り直すのが面倒なので、物理的にガードする方法で対策しています。では実際に使っているアイテムを紹介していきます。去年実際に日焼け止め対策をしていた内容は、フルウェットスーツにマリングローブ、帽子、フェイスマスクでした。日焼けは防げたのですが、めちゃくちゃ暑くて辛かったです。その時の映像がこちらになります。去年はこんな感じの服装で日焼け対策をしてサップをして遊んでいました。ということで、今年の日焼け止め対策の作戦は、素肌が露出する部位にはスーパーウォータープルーフの日焼け止めを塗る、二度塗りします。そして物理的な紫外線 UV カットアイテムを使います。ウェットスーツはロングジョンで涼しさを保ちながらもラッシュガードを羽織ります。もちろん肩から指先まで素肌が出ている部分はスーパーウォータープルーフの日焼け止めを2度塗りします。そして上から帽子、メガネはチャッキーの場合目が悪いので普通のメガネに紫外線カットが入っています。メガネかけていない方はマリンスポーツ用の UV カット、サングラスなどがあれば目を保護できるのでいいと思います。そしてラッシュガードを羽織ります。UV カットのフェイスマスク、手はグローブ、足はサーフブーツやマリンソックスを使っています。では各アイテムを実際に紹介していきます。ウェットスーツはロングジョン。ウェットスーツは暑い時はロングジョンを着て、インナーには念のためウェットスーツのインナーに UV カットレギンスを着用します。これは実際に履いてみてあまり好きじゃなければ履かなくてもいいと思いますが、チャッキーの場合は念のため UV カットレギンスも履いています。あまりにも暑い時は脱いでいることが多いです。そしてウェットスーツの上にはラッシュガードを羽織っていますが、こちらはいつもユニクロか GU を使っています。最初は普段着と兼用にしていましたが、汚れるので専用のラッシュガードを使っています。いつものピンクのやつですね。フェイスマスクは UV カット仕様を1枚持っています。迷彩柄のやつです。これだと首元も隠れるので一石二鳥かなと思います。もちろん顔と首は日焼け止め二重塗りしています。帽子は以前使っていたのがこちらのつばが周りについているタイプです。今年は新しくキャップタイプを購入しました。髪が伸びて一つで縛るので髪の毛が出るタイプがいいなと思って試しに買ってみました。しかし髪の毛も紫外線ダメージから守りたい場合は帽子の中にしまった方がいいと思います。しかしながらアクティブスポーツなので帽子の中に髪の毛を縛って保護しても出てきそうなので、チャッキーは髪の毛のダメージは諦めています。次に手先の紫外線対策にマリングローブを使ってます。こちらは寒さ対策で購入したものを使い回しています。続いて肌に直接塗る日焼け止めをご紹介します。チャッキーは今年初めてこちらのサーファーズダイアン UV ミルク SPF50+PA+4 顔体用の日焼け止めを購入しました。この日焼け止めは肌と海に優しいノンケミカル処方のスーパーウォータープルーフタイプの日焼け止めです。この日焼け止めを顔、ウェットスーツ以外の肌が露出する部位に塗って UV カット対策をします。使用感はこんな感じです。こんな感じですね。はい、結構思ったより水っぽいです。こんな感じで水っぽくって、サラサラ
匂いはあんまり嫌な匂いはしなかったです。で、こういう感じでそんなに白浮きするような感じはないですね。白浮きするような感じないです。で、ベタベタとかもしれない、しないし、ちょっとしっとりしてる感じです。まだ今年初めてこれ使うので、真夏はどういった感じか試してないんで、真夏使ってみたらまた感想をご紹介したいと思います。以上、サップ女子の日焼け対策アイテムのご紹介でした。今年のサップシーズンも全力で遊ぶけど日焼けしないを目指します。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、いいねボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。また来週も見ていただけると嬉しいです。それでは失礼します。